義重の安ノヤは、平安時代中期の貴族、文人、儒学者。丹波健介、鴨ノ忠行の子。官位は、十五位下、大内記科学であった、恩明道を捨てて、紀伝道を志し、生の鴨ノを読み書いて義重のとした。文章博士、還元文人に指示して、文章生から大内記家大見城となる。広報元年に念仏結社。 漢学会の結成に力を尽くした。栄冠元年には元号を栄冠に改める才の御事の理などを寄贈している。若い頃より仏教に対する信仰心が厚く、息子の成人を見届けると、漢那二年に出家して、比叡山の横側に住した。また同年、念仏結社、二十五三枚会の結成にも関わったと、される。法名は,はじめ心書くと称し、 その後、サビ心と改めている。内気入道と呼ばれ、諸国を遍歴した後、落東においじで没した。なお、藤原の道長に会を授けたこともあり、安種が没した際、道長が、その供養のために、大江正平に不十分を作らせたとされる。弟子に、弱将がいる。著書、指定記は、当時の社会批評と、文人貴族の風流を展開し、 陰性文学の祖とも言われている。また、浄土信仰に傾倒して、日本王上極楽器を表した。漢詩は、本朝文髄及び、和漢漏栄集に、和歌は、周囲和歌集に作品が収載されており、現代まで伝えられている。ありがとうございます。